今度は護衛任務よ。休む暇がないわね。護衛ってまた長官か誰かの護衛？いいえ、今回は貨物便の護衛。場所は軌道エレベーターよ。しかも依頼内容は本日発車の貨物カーゴが攻撃を受けないように適正武装集団を軌道エレベーター、適正武装集団って回りくどい言い方だけれど、要するに VMI の部隊を追い返せということね。単に敵を攻撃するだけじゃなく貨物も守らんといかんから。そうね、敵から攻撃を受ける隙を少しでも減らすために。なんで敵が来るってわかるの？アルが。おそらくその逆だろう。敵に情報が漏れてしまったから護衛しないといけないってことだな。監視カメラをハッキングして調べてみたけれど、大型貨物カーゴ6個分の荷物があったわ。ハッキングってそんなこと。敵が来るって大騒ぎしているのだからバレたりはしないわ。今日は機動性が重要な仕事だからな。 R21。 そうそう、敵の戦車や対空砲はいないはずだから対地ミサイルはいらないわ。対空兵士エレア、準備するぞ。燃料弾薬満タンで滑走路上で。なかなか来ないな。日が暮れちゃうよ。待つのも仕事のうちよ。あ、来た。スクランブル。エレア、出て。ダメ。敵は来るぞ。場所を考えて戦いなさい。敵が見えてきた。近くにいるのは4機。その後ろに敵の上映あり、数は不明よ。導入される前に片付けておけ。
あなたではなくて化学カーブを狙っているのよ。敵を撃破。これで全部でしょ。敵の前列を確認。素晴らしいわね。これなら化学カーブが攻撃を受けることもないわ。それにしても、あんなに大きな荷物は何だったの？これほど大掛かりに運ぶことから考えて、戦略兵器か何かだと思うわ。しかし、軍事衛星の類にしちゃ乱暴な扱いだし、なんだろうな。まあ、考えてもしょうがないか。もし何かの兵器ならば、そのうちわかるでしょう。